エリア51、アメリカの秘密基地ですけれども、UFO があるとか、宇宙人がいるとかですね、すごく有名な基地なんですけれども、まあ、これはオバマ大統領になるまで、あるのかないのかアメリカ政府もきちんと説明をしてこなかった。今でももちろん秘密基地ですから説明はないんですけれども、存在はしているということをオバマ大統領が初めて大統領として認めた基地です。 で、ここで働いてる人っていうのはたくさんいらっしゃるそうなんですけれども、なかなかその内部が漏れてこない。もちろん、それは厳重にですね、契約していて漏れてこないっていうのもあるんですけれども、それぞれに与えられた仕事だけをやりなさいっていう命令なので、きっと他の部分見れないらしいんですよね。 自分がこの仕事だって言われたらその仕事ばっかり毎日やるので結局他とのつながりが全くないそうです。ですから全体が見えないんですね。中で働いていても。 で、そんな中でお父さんがエリア51で長年働いていたっていう人がまあ証言したお話が残っていて、2008年にお話しされてるんですが、もうすでにその時点でお父様はまあお亡くなりになってるんですけれども、1980年代初頭から10年ぐらいエリア51で軍用機のス,ステルスの技術開発に携わっていたそうです。 で、ずっと働いてるのは分かっていたんだけれども、その10年のうち5年までは、どこで働いてるのか言わなかったそうです。で、そのお父様は謎は謎のまま。エリア51の噂は知ってるけれども、僕も本や、そのテレビで見たことしか知らないよと子供には言ってたそうです。でもその1990年代になって、その息子も大きくなった時にですね、 誰にも言わないから、一つだけでいいから秘密を教えてってお父さんに言ってるんですね。やっぱり宇宙人は一緒に働いてたのとか、UFO の研究は進んでるのとかですね。するとお父さんはいや、そういったことは見たことないし、自分もエリア51の中にいたけれども、宇宙人に会ったこともなければ、UFO を見たこともないと。ただ一つだけ不思議なことは知ってるっていうんですね。 でそれは何って聞いたら、1981年1月のことで、エリア51ってものすごく広大な砂漠地帯にあるんですけれども、そこでですね、センサーがたくさん張り巡らされていて、異常なことがあればすぐにセンサーが察知するんですね。その日も何かを察知した、それで緊急で調査チームが組まれて、そのまま現場に発見されたそうなんですね。 実はお父様はその日お休みだったのに、なんだか仕事で緊急に呼ばれて、行って仕事が終わって帰ろうとした時に、呼ばれてそのチームになぜか入って一緒に行ったらしいんですね、その現場まで。でエリア51って、ま、周りま、全く何もない砂漠地帯なので、どうしてるかっていうと、なんと、その、ネバダ、ネバダ州にあるんですが、 ラスベガスがあるんですよね、有名な。そのラスベガスに飛行機が置かれてて、エリア51専用の、その職員たちを乗せる飛行機が6機ぐらいあって、ジャネットって呼ばれてる飛行機なんですが、それに乗って毎日通勤してるんですね。6機あるので、 常に、まあ、時間になれば、それに乗ってエリア51に出勤し、その飛行機に乗ってラスベガスまで戻ってきて、そこに止めたっ自分の車で家に帰るみたいな生活らしいです。まあ、その方のお父様が不思議なことだというのは、1981年1月にセンサーが察知した、まあ、その現場に行かされてるんですけれども、なんと自転車だったそうです。 で、自転車があるっていうのも不思議で、エリア51はもう立ち入り禁止ですぐにセンサーがピッてなったら逮捕されるぐらい厳しく管理されてる場所なんですね。どこからどうやってその自転車があるのかがわからない。さらに、かなり破損していて、すごく高い位置から落としたんではないかと言われるあの破損の仕方らしいんですね。で、つまり飛行機から落ちたのかってみんな言ってるんですけれども、あの、エリア51って飛行禁止 区域なんですね。エリア51の上は、どんな飛行機も飛んではいけないんです。危険だから飛ぶなと。一度 NASA の宇宙飛行士が宇宙に飛び立って見えるんで、地上がエリア51のあたりを映したものを、なんかアップ、アップしてたそうなんですよね。それがなんと国会、アメリカの国会で問題になったほど NASA の宇宙飛行士であってもエリア51あたりを 写真で写してはいけないってことになってるんですね。だから観光がてらそこに行って、あ、エリア51だって言ってパシャパシャ撮ってるのは実は危険なんですよね。で、あの、特に日本にある基地とかも、あの、あれは本当は撮影禁止なんですね。で、エリア51は非常に厳しくそこは制限されてると。で、これが非常に不思議で、謎の自転車としてエリア51の従業員の間では、今も伝説的な自転車として、ま、有名だったそうです。 エリア51と似たようなものが、ネバダのすぐ隣にユタ州っていう州があるんですが、そこに実はエリア52っていうものがあるんだという噂があるんですよね。それはダグウェイ実験場とも呼ばれていて、それは別名エリア52。あの、エリア51も別名グルームレイク基地。グルームレイク基地の別名がエリア51で、ダグウェイ実験場の別名がエリア52。 あの、ユタ州とネバダ州、エリア51とエリア52は、隣同士の州で、実は地下で繋がってるっていう噂があるんですよね。で、エリア52、ユタ州の方は、地下に17階建てのビルがあるっていう噂があって、地下に17階ってのもすごいんですが、実はエリア51の方がもっとすごくって、エリア51はなんと地下40階あるという噂があります。その、 表面は全部砂漠で何にもないような感じなんですが、実は地下がすごいんだという噂があるんですよね。で、そのユタ州っていうのは実はスキンウォーカー牧場がある場所でもあるんですね。スキンウォーカー牧場は超常現象が頻繁に起こる場所で有名で、まあ、このターロートーキーのチャンネルでもいくつか取り上げたこともあるんですけれども、非常にま不気味で奇妙な場所なんですよね。ですからその、 わざとそこに置いたんじゃないかとも言われてるんです、その基地をですね。まあ、秘密基地はこの2つだけではなくたくさんあるんですけれども、まあ、このような噂が出ております。まあ、今回はエリア51とエリア52について少しだけまお話をしてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。